東京都立大学2005年4月1日の首都大学東京開学に伴い2011年3月31日閉学した。大学そのものはなくなったが、東急東横線に都立大学駅などの名称は残されている。なお、東高の更新校である首都大学東京は2020年4月より東京都立大学と名称変更する予定である。 東京都立大学の一番古い母体は、1929年、昭和4年に設置された7年生の旧正高校、旧正府立高等学校である。府立高等学校は、東京府が公立では3番目の高等学校として設置し、内地の7年生高等学校としては、最も新しくできた。7年生高校とは、4年間の尋常科と3年間の高等科を置いた。 英国のパブリックスクールになぞらえ、イートンハーレーに反を取った高校である。このシステムには、中学の時点で、すでに定大 A の進学が確証されるという利点があった。戦前は、富士一中管理一高東京帝国大学と、進む道がエリートコースとされていたが、一高と一中の管轄が違うために、一中が独自に上に接続する高校を作ろうとした。 しかし、周りの中学が反対したためにできたのが、この旧制不立高校である。そのため、麹町区長田町の東京不立第一中学校内で、1929年に東京不立の高等学校として開校した。初代不立高校校長の川田正澄も不立一、中都の兼任であった。川田正澄の教像は、都立大学の正門脇に立っている。川田は、 学校設立にあたり、英国のイートン校を理想として、自由と自治の精神を学校教育の真髄とした。そういう経緯から、旧政不立高等学校、後の都立大学及び都立大学附属高校の交渉は、桜に、朝日、不立一中の逆である。1932年、不立高校は、現在の東京都目黒区役も一の一の一に移転し、 一校と双壁をなす旧正不立として有名になった。戦前、7年生高校は全国で発行あり、東京には観光立では東京高校と不立高校、私学では武蔵高校、成城高校、成蹊高校があった。また1934年に東京高校が尋常化の募集を停止したため、不立高校は東京で 唯一の観光率7年生高校となり、過剰な人気を博す。不立高校は、第二次大戦中の1943年に、東京都政が始まるに伴い都立高等学校と改名し、戦後の1949年の学生改革を迎える。この改革で、旧制都立高校の尋常化は、東京都立大学附属高校に改組して、高等化は、 東京都立大学教養部と諸学部に改祖した。もう一方の東京高校は尋常化が東京大学教育学部付属高校に高等化が新生東京大学に改祖された。また、都立大学の設立にあたっては他の5専門学校も都立大学に組み入れられた。都立工業専門学校、都立理工専門学校、都立機械工業専門学校、 都立科学工業専門学校、都立女子専門学校である。これらのうち、理系4専門学校は、都立大学の理学部、工学部に引き継がれている。こうして、都立大学は、中野開校制度を取る総合大学として、人文学部、理学部、工学部の3学部体制で発足した。同窓会の名称は、旧政府立高校の伝統を引き継ぎ、 地名の役も1の1の1から取った役も会である。1957年に A 類と B 類の二部制度となり、それぞれ修行年数が4年5年と定められたが、入試内容、教授陣、授業内容、卒業資格に区別はなく、中野同等の教育が続けられた。また、この年に人文学部から法系学部が独立資本学部体制となった。 1966年に法系学部が法学部と経済学部に分かれ後、学部体制となり、牧野富太郎標本記念館、小笠原研究委員会が設立された。さらに、1977年には都市研究センターが設立される。だが、このように組織を拡充するにつれ、新たな問題が浮上する。キャンパス、および理学部、 工学部の深沢キャンパスが手狭になったのである。このために、1991年東京都目黒区、役も1の1の1に、付属高校は残したまま、東京都八王子市南大沢1の1の1に、一転し、施設を大幅に拡充し、国際交流センター、情報処理施設、RI 研究施設、環境保全施設などを新たに設置した。 1994年都市研究センターを都市研究所に改称し、1996年都市科学研究科に博士課程を設置した。1997年ウィーン大学と学生交換留学協定に調印し、2000年イエール大学分離大学院と人文学部英文科が学生交流協定に調印した。2003年から 社会科学研究科に経営学専攻を設置し、2004年から同研究科に放送用成専攻専門職学位課程、放課大学院を設置した。1990年代後半、政府、地方自治体は、経済不況及び少子高齢化の進行による財政難を解消すべく、行財政改革に着手した。その流れで、国公立大学は整理。 統合の上、独立行政法人として、政府、地方自治体の保護から離れるべきという機運が、日本社会に高まった。東京都立大学も例に漏れず、他の都立の大学、東京都立科学技術大学、東京都立保健科学大学、東京都立短期大学と共に整理、統合される予定となった。しかし、 2003年4月の東京都知事選挙で全く新しい大学を作るという公約を掲げた石原慎太郎が2期目当選を果たし、新大学の構想について学部構成や履修形態などが大幅に変わるなどことは急展開を迎えた。実際に解説された首都大学東京の学部構成、大学院構成とは異なる。都立大総長のうち、 公立大学協会会長を兼務した者を以下にまとめた語学部21学科を要する語研究科修士課程28専攻、博士課程27専攻を要する現在はいずれも首都大学東京のキャンパスとなっている楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください